皆さん、今日も西田リサのニッコリーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日は埼玉県の比企郡嵐山町にありますカフェシーズンさんにやってきました。本当にここはもう小さい頃から私、来ていて、もう今オーナーさん変わりましたけど、でもお料理の味は変わることなくて、またお店の中の雰囲気も大好きです。いつも時間があるとき必ずここで来て癒されています。そして見て、これめいちゃん、ちょっと来てめいちゃんです。トトロの、もうトトロ私大好きで、もう本当に真似をしたくなるくらい好きなんですけど、トウモコロシあげるんだもん行ってきます。またね、またレポします。こうしてすごくおしゃれで、店内に上がるまでの間も階段を上っていくと、こうやって本当に素敵にお花が元気に咲いています。大好きなローズもあるよ。もうおしゃれですよね。それでは中に入ってみたいと思います。あ、もうクリスマスになってる。この間まではハロウィン仕様になっていました。一番最初のところ分かった、頑張る。カフェシーズンさんのお店の中で撮影で動画を回しています。お客さん今日もたくさん来ています。お店の中も本当に雰囲気が綺麗で癒されて素敵なところなので、後で改めて紹介します。これなんだっけ、トマト。こぼれそうになっちゃった。チーズたっぷりトマトマンって終わらない後ろでステージにも来てくださっているたっちゃんが、ちょうどお会いしましたで、ありがとうちょっとそれではまたね。チャンネル、はい。ちょっとカフェシーズンさんから、帰宅しまして、ちょっとお店の中だとお客様もたくさんいらっしゃったので控えさせていただいて、今帰宅してから動画を回しています。もう今日も本当にたくさんの癒しをいただいてきました。もうお店の中にまず入ると、今はもうクリスマスに向けての雰囲気にガラッと変わっていて、もうどこを見てもこうクリスマスツリーだったり、そしてポインセチアだったりローズだったり、本当にこう見てても目も癒されて、そして心も癒されて、本当に毎回癒しの時間がもう胸いっぱいで過ごしています。そして、いただくサラダももう彩り豊かで、また飾りも素晴らしくて、大根とかも本当にこうお花の形になっていたり、人参とかもそうですし、お子様たちもすごくこう可愛いので、こう嫌いっていう、苦手っていうお子様ももしかしたらね、食べられるかもしれませんよね。そしてドレッシングもオリジナルで作られているので、たまに購入させていただくんですが、とっても美味しいです。そして今日はパスタをいただきましたが、パスタももうコクがあってとっ
っても美味しかった。それでもう母たちとみんなでこうシェアをして、いつも父ともこうシェアして食べるんですけど、そしてあのかぼちゃドリアもね、毎回うちはよく焼きをしていただくんですけど、我が家は。でもかぼちゃもホックホクで甘かった。はい、美味しかったです。でライスがあのターメリックでしたっけ、あのカレーっぽいのって何でしたっけ、そうターメリックかな、あの黄色い、はい、もうすごく美味しかったです。すごい本当にマッチしています。そしてデザートももう全て毎回違うんですけど、今日のもすごく美味しかったです。本当にあの見ていても飽きなくて、毎回私は写真に収めています。はい、こうしてあの美味しいお料理をいただけて、でも本当にオーナーさん、もうスタッフさん、皆様の人柄、もう心優しさがすごくこう愛情こもっているからこそ、あのように美味しいお料理を作っていただけて、また美味しくいただけるんだろうなって強くいつも思います。もうオーナーさんや本当皆さん、スタッフさん全員のお人柄、私大好きです。ありがとうございました。もうぜひ皆様お出かけください。今日も西田梨沙のにっこりチャンネル、こうしてご覧いただきましてありがとうございました。また投稿しますので、よろしかったらチャンネル登録お願いします。はい、本当に寒い日々が続いております。どうか皆様お体ご自愛ください。それではまたね、バイバーイ。